エリア作品70は、フェリックス・メンデルスゾーンによって作曲されたオラトリオ。日本語での曲名の表記方法については、題名のドイツ語表記をそのままカタカナ表記すれば、エリアスに英語表記のエリアはイライジャにそれぞれなるが、日本語では、日本語訳の聖書の表記に従って、ヘブライ語のエイリアアーフに由来するエリアと表記されることが多い。また、作曲者の母国語であり、 楽曲の言語であるドイツ語のエリアスに由来してエリアと表記されることも少なくはない。メンデルスゾーンの代表作であるのみならず、オラトリオ全体の中でもヘンデルのメサやハイドンの天地創造と並んで最も著名な作品の一つである。メンデルスゾーンは1836年にすでに彼の友人フェルディナントヒラーに旧約聖書に登場する預言者、 エリアの一文、デアヘアジング・ボールーバーを読み、この部分がオラトリオを作曲する上で素晴らしいのではないかと提案している。これが作曲の起点のようである。初演は公開の場で全曲演奏されたのが1846年8月26日でイギリスのバーミンガムで行われた。これに先立ち同月中にロンドンで部分的な支援が数回行われ、 8月24日には全曲の支援がバーミンガムで行われている。初演後も多くの部分に過失修正がなされている。メンデルスゾーンの母国ドイツでの初演は翌1847年10月にハンブルクで行われた。つまりメンデルスゾーンは初演の10年前にはこのオラトリオの着想を得ていたことになる。1837年には別の幼なじみカール。 クリンゲマンに宛てた手紙の中で明確にこのオラトリオ、エリアの作曲を示唆している。メンデルスゾーンの音楽作品の中では、セイパウロと並ぶに大オラトリオと評され、彼の代表作の一つとされている。また、これら2曲に、キリストを合わせて3部作のオラトリオになるはずであったが、キリストは未完に終わっており、現在では断片しか残されていない。旧約聖書の 列王期に登場する預言者エリアの生涯を題材に撮っている作品でオーケストラソプラノからバリトンまでの独唱者、混声合唱によって演奏される。第一部と第二部に分かれている。第一部ではイスラエルにバール信仰が広まったことより、神エホバの怒りを招きエリアに神の言葉が望み、イスラエルの力、雨が途絶える場面から始まり、エリアが バールの預言者たちとの対決に打ち勝つところまでが描かれている第17から18章。第2部ではバールの預言者を滅ぼしたことによりイスラエルの大アハブに命を狙われることとなったエリアがイスラエルから逃げる場面から後継者、エリシャの目の前で火の場所により天に挙げられるところまでが描かれ終末部では救世主の出現に関する予言が歌われて曲が終わる。 聖書を題材としており、物語の流れ自体もそれに従っているが、必ずしも歌詞のすべてが聖書から取られているわけではなく、聖書にはない創作された文言も多く織り込まれている。例えば、序章のバリトン読書で歌われる歌詞は、列上第十七章一節にあるエリアの言葉から引用したものであるが、次の第一曲にある民衆による合唱、ヒールフ、ヘア、 ビルスト・ジューン・スデンガー・バトルゲンは、聖書中にはない。標準的な演奏時間は、約2時間。以下は、主な配役のみ記載。第1部は、序章、序曲と、第1曲第20曲から、第2部は、第21曲第42曲から、それぞれなる。各曲に、サブタイトルは特に付けられていないが、市販されている楽譜では演奏者の便宜のため、 各曲の歌い出し部分の歌詞を目次等に付している場合が多い。したがって、下記の各曲の解説にあるサブタイトルもメンデルスゾーン自身が付けたものではなく参考文献の楽譜によった。第1部、第2部 NHK 交響楽団は1986年10月に行った大戦0回定期演奏会において当時名誉指揮者を務めていたボルフガングサバリッシュの指揮により この曲を演奏した。国打つ子、競争的芸術、音楽界再現三重競争曲向き、ヨシ松室隆史規ケンアンド、巨名、特造重層道大競技。ひネット新聞。https コロンスラッシュスラッシュ web.archive.org スラッシュ web スラッシュ2 0 1 7 1 1 0 9スラッシュ https。Ht times.hint.net e スラッシュニューススラッシュ209627042021年2月2日閲ずらん。現在はインターネットアーカイブ内に残存。ありがとうございます。